足を細くするための正しいスクワットのやり方を紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの5回、正しいスクワットのやり方を紹介していきます。で、今回用意してもらうものは、ゴムバンド、またはタオルを用意してください。それを使うことによって、スクワットでやらかしてしまうことは足裏の重心と股関節の引き具合です。ここがうまくできてないと、太ももの前ばっかりがですね、ピンポイントで効いてしまって、太ももがムキッとした足になってしまいます。今回この2つを使うことで、スクワットが上手になります。もちろんスクワットがうまくなればですね、足をついて行うエクササイズ、どれもうまくできることができます。例えばランジとか、そういったのもしっかり太くならないように行うことができます。太ももの前にですね、もちろん効くんですけども、太ももの前でも大腿直筋といって、ど真ん中を使うことが上手にできてきますので、スクワットをしてですね、足が太くなる、筋肉質になる、いつも硬くて張ってしまう、そういった方はですね、上手じゃない可能性があるので、今回一緒にやっていきましょう。で、上手に太ももを使うことで代謝がアップします。スクワットが上手じゃない場合、膝にですね、負担がかかったりしてます。せっかくの太ももの筋肉に効かしたいところが膝に逃げてしまいますから、そうすると代謝がアップしない、筋力を使えてないっていう風になりますんで、しっかりね、今回上手にできるように一緒にやりましょう。上手じゃない場合、太ももの前、内側広筋といってですね、ここにポコッと効いてしまいます。ここばかりと膝に負担がいってしまうので、足がムキッとしてしまうっていう風になります。その場合、膝に負担がいってしまうので、膝を痛めてしまう。そして、負荷が太ももではなく、膝の方にも逃げてしまっているので、効果が半減してしまっている。そういったことがありますので、今回ね、一緒にこの2つを、どっちか用意してもらって、エクササイズを行っていきましょう。その前にまずチェックをしていきます。はい、まず太もものエクササイズをする場合、ランジがわかりやすいです。足を前後に開いてですね、しゃがむ。下半身のトレーニングなんですけども、その場合に、まず気をつけします。一歩後ろに下げます。このまま足を曲げた時に、前足の膝の皿がですね、どっちを向いてるかです。ど真ん中向いてる人は OK です。ちょっと内側に膝が入ってるっていう人は、スクワットがちゃんとできてないです。反対足も一緒です。気をつけから、後ろに下げる。こっから、しゃがんだ時に、膝の皿が、反対足の方に向いてしまう。ちゃんとこっちを向いていない。こっちを向いている。っていう場合は、スクワットやランジがちゃんとできてないので、今回一緒にやって改善しましょう。ゴムバンドがある方はですね、膝の上に置いてもらって、足をちょっと開いて、しゃがむんですけども、立ったら気をつけです。立ったら気をつけ。なんですけども、膝がですね、内側に入らないように。膝の皿が正面または少し外、そっちの方向を向くぐらいですね。足の裏の重心を少し外側にしてもらって骨盤を開いてですね、股関節を引いて行っていきます。で、ゴムバンドがない方はですね、タオルを使ってやっていくんですけども、足を肩幅にしてですね、上からタオルを下に巻いて、反対側も上からタオルを下に巻いて踏みます。踏んで、この足を外に開く感じで、膝が内に入らないように膝を開いてスクワットを行っていきます。そうすることで、ちゃんと骨盤を開いて股関節を引いてお尻を後ろに出してですね、膝の皿が内に入らないように、ちゃんとまっすぐまたは少し外に向けることで、しっかり太ももの大腿直筋を使ってスクワットができます。立ったら気をつけ。気をつけをすることでお尻を締める。姿勢をまっすぐに戻す。っていうことができます。手を前に出したまま行う場合もあるんですけども、その場合ですね、立った時に、ちょっとお尻がまだね、出た状態で立ってしまいます。これを気をつけすることで、キュッとね、キュッと気をつけができます。行う、気をつけ。行う、気をつけ。ですので、気をつけした方は正しく行います。はい、タオルをしっかり踏んでですね、膝を外に開いて、一緒に5回行っていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、OK です。お疲れ様でした。膝を開く感覚、今のでだいぶ身についたと思います。今のことを意識せずにですね、やってしまうと骨盤が内側に巻いている人、X 脚、O 脚の方はですね、そのままの状態、X 脚、O 脚のままの状態でスクワットやランジをしてしまっているので、その場合は太ももよりも膝に効きやすいんで、痛めるリスク、ももに効いてないリスクっていうことが起きてます。正直、上手にスクワットをすればですね、少々負荷があることをしてもですね、なかなか足は太くならないです。ちゃんとできてない方がですね、負荷をかける、または数をたくさんやってしまう。そうすると足が太くなって、変な風な筋肉のつき方になって、バランスが悪くて、同じとこばっかりに効いてしまって、足がムキッとするっていう結論になりますので、今回みたいにゴムバンドまたはタオルを使ってですね、足の裏の重心、膝の方向、骨盤を開くってことを意識して、スクワットをしてみてください。ということで今回たったの5回、疲れるまでするんじゃなくてですね、正しく5回行う。そういったところに今回のメリットがありました。正しいスクワットということで、上手になる。そうすることで、前ももが太くならないようにちゃんと効かすことができる。太ももにしっかり上手に効かすことによって代謝がアップして、太ももの前ばっかり内側後筋に効いてしまう改善ができて、膝を痛めにくくなる。少ない回数でより効果が出てきます。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。これからも適切なエクササイズを効果的に行う方法を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。